きます。パワーめっちゃ強いんでね。さあ、いけるかな。さあ、あと奥に逃げるかな。やばい。あー、かむずいな。狙いとしてはね、白ラベルを押しながらなんで難しいな、これ。さあ、来い。お、あー、あ、入った、入った。さあ、来い。ここから一気に引き上げて来い。さて、キープや。やばい、これはまずいやつや。うわ、というわけで本日も始まりましたクレッチョチャンネルです。そしてね、最後ね、狙っていこうかと思ってます。ちょっとね、まだ内緒でいきます。とりあえず了解してきますね、はい、というわけでね、ちょっと今ね、スタッフさんがね、急遽了解してもらいました。はい、なのでそれをね、ありがとうございます。あの、設定してもらったんですよね。はい、なのでね、それがギリギリね、最後のね、あの、撮影までに間に合ったんでね、それを狙っていこうかと思います。そしてね、今回ちょっとそれを逃げません。3000円一本勝負です。でもしかしたらなんですけどね、動画差し替えるかもしれません。あの、やっぱ新製品でね、皆さんね、注目してる景品なんで、その辺をね、狙っていこうかと思います。というわけでね、さて、最後、今日、あ、ちょっと500円ぐらい、ごめんなさい、ちょっと余分があった。はい、というわけで、よいしょ。はい、というわけで3000円ですね、ラストいきます。はい、というわけで大丈夫かな。あ、いや、ちょっと待ってよ、ね、ちょうどね、人がね、多いんですよ、やっぱ。というわけで、ね、最後に狙うのはこれですね。はい、ちょっとね、ちょっと荷物が多いよね。というわけで、ちょっと狙います。というわけでね、このカブトムシかな、ちょっとよくわからないですけど、カブトムシ狙います。で、先ほど設定してもらったんで、おあらら、ディスプレイ崩せるな、これ。あー、ディスプレイ崩せるね、これ。ちょっと行こうか。あー、微妙か。あいつ、多分ね、急いでね、設定してるんでね、あ、当たんな、惜しいですね。で、このね、後ろのビニールがね、こうグニュってなった時にね、ボロボロっと落ちてくるかなと思ったんですけど、ちょっと甘いな。というわけで、まあ、このアームサイズでいくと、まあ、ほぼほぼね、あの、ただね、ちょっとこの、ね、このサイズで、おっと、パワー強いな、これじゃ。ね、いますね。これね、パワーがめちゃくちゃ強いんで、ね、このまま、あ、これよいしょ、このまま一気に振っていきます。パワーめっちゃ強いんで、このまま尻持てれるんじゃないかな。あ、いい感じ、いい感じ。オッケー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 、いい感じですね。はい、で、次でいきます。ちょっとゴリゴリですね。丸いんでね、ちょっとどうしてもね、景品がね、こう滑っちゃうんで、ここから一気に、あーっと無理かーってなってきたら、ちょっと待って、すいません、はい、ちょっと手前でお願いします。まで、これはめちゃくちゃ難しいです。あ、マジっすか。はい、まあ、厳密に言うと、どの辺掴んでも基本取れないです。そうですね、あとお金いっぱい使うと、あの、確率っていうのがあって、あの、しっかりパワーがつって入ってる時が来るんですよ。なんか設定機みたいな。あ、そうですね、確率機っていうやつなんで、大体まあ5000円ぐらい使われたら、これからっていう。という感じで、ちょっと今隣の方がちょっと、あの、尻尾見て見てにぬまりしてたんでね、まあ、とりあえずもう一回行こうかな。はい、ただちょっとこいつね、なんせね、カブトムシ丸いんでね、丸いんで、ここからね、出てね、はい、というわけで、ここでじゃあ、多分、ね、パワーが強いんで、もう一回行きましょう。もう一回ちょっとね、左アームでだいぶ深めに埋めてあって、で、首の後ろぐらいから一気に、ここですね、ここから一気に、さあ来い、さあ来い、あー、やばい、触れないな。うん、じゃあどうしようかな。じゃあ今度はパワーが強いんで、手前ズリズリ狙いましょうか。手前にね、ちょっとズリズリしていきます。手前にズリズリしながら、さて、ここで振ってきて、あー、むずいな。あー、もう残念ながらこれちょっと3000円逃げません。まあ、多分ね、設定的には、あの、5000円ぐらいだと思うんでね、うん、とりあえずなんせ横向きたいですね。
横向けたんですけどね、ちょっと顔を差しながら滑らせていけるか。あー全然滑らん。パワーは強いけど下半身に引っかかりがないんでね、どうしてもねアームが抜けちゃいますね。というわけでじゃあなんかこの1回だけ超絶繁盛してるみたいな。ちょっとねちょっとつまめます。多分ひっくり返って終わると思うんですけどこれね。やっぱ無理か、もう少しねペタムコのやつがおったらいいんですけどね、全員丸っぽいんですよね。ワンチャンねちょっとペタンコのやつを狙って下半身を振りたいんですけど、ちょっとねじゃあさっきから下半身ばっかちょっとほぼ真ん中持ちで一旦反応見ていきます。ただねこれねシールドがねマックスなんで、あーやっぱこうなるね。パワーめっちゃ強いんでね、こうなるよね。まあこのままいってみましょうか。パワー自体も強いんで、おっとおっとやばい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 、ディスプレイを破壊してる。だけどとりあえずだと思います。まあパワーも強いしアームもねサイズもあるんで、さあここからどうでしょう。どうだこれほぼ初期位置やね。もう一回行きましょう。でこれね下半身を振ってもうほんとちょっとタグかけぐらいしかなくなりましたね。あのそうだ設定自体はいいんですけど、おこれいけるんじゃない。あこれいけないことになるよ。行きましょう。タグ掛けで一気に引っ張ってくれるかな。あーどうした逃げたの。あーっと遅かった。あーちょっと今ためらっちゃいました。ちょっとアームがねディスプレイに当たってちょっと揺れちゃった部分でね、どうでしょう。これもきついかな。可動域的にはねいけそうなんで一回ね、あ無理かな。ちょっとね景品が奥に行ってたんでスタッフさん呼ぶのもめんどくさいんでこのまま行きます。さあどうでしょう。とりあえずね下半身ズリズリでね行ったフィールドに。あ横向いたね。横向いたな。ちょっとこのままうまいことつまみ乗せねえかな。今だいたい2,500円かな。ただこれがむずいですよね。ここのねつまみ乗せこれここからおっと地味に来たね。ちょっと手前にやってもらいましょうか。はい、スタッフさんおるかな。ちょっと待ってください。周りに人が多いんでおらんな。おらんかな。おらんな。まあそのまま行きましょうかね。あんまり特別並行してもらうような内容でもないんでそのまま行きましょう。ねースタッフさん呼びに行ったんでちょっと待とうかな。隣の方がスタッフさん呼びに行ったんでそれ待ちで平行移動してシールドに乗せてっていうところになるんで、まあスタッフさん待ちかな。あ、できたかな。どうかな。気づいてくれました。あの階段の上からね、あのひな壇のように出てきました。手前にお願いします。さあちょっとね今ごめんなさい、あのディスプレイ崩したやつを直してもらってます。ちょうどここね新川ゾーンなんでね人がめちゃくちゃおるんでね、はい、というわけで行きます。さて唯一の攻略法はタグなんですよね。タグがない。そしてパワーが強いんでねこれね本当にここでうまくあの頭ずりずりのつまみ寄せが決めることができたら奇跡的にシールド乗せれるんですけどね。さあどうでしょう。これはやばいやつ。ああ振ったんだ。やっぱきついな。パワーが強すぎるんでね。というわけでねもうパワー強すぎるんでこのまま引っ張っていきます。とりあえず
あの攻略法っていう攻略法がないんでね、この形は。あえて今回はね、あの沼る前提で行っております。スタート。タグも無理か。あと何だな。どこに当てるかな。というわけで行きます。もう行く。ちょっとねこのまま横に向けながらやっぱり出せることができれば。おっ、一気にこの勝ちだ。一気にこの勝ちだ。というわけで横向いたんでね、ユネットの。ただあとこれね、あの顔の方がぺたんこなんでこっちの方がいいっすね。でさっきつまみ寄せたらだいぶ持ち上げちゃってるんで、だいぶ、あー、これはこれでまだむずいな。やんのかこれ、このままちょっとね、あの狙い方がね決まってないね。ゆうさんの真ん中持ってるの。よし、というわけでとりあえず真ん中です。さてこれね、マウントインで火曜もきついし、シールド高いし、ね、まあまあね、一応最後の動画っていうことでね、それでちょっとやってみますね。あの私いつもね、チーカーをやらない理由がこれなんです。正直ね、この設定ね、パワーも強いです、シールドもめちゃくちゃいいんですけど、それでもやっぱね、このいったね、あの決定的な攻略法っていうのが見つからないんで、あーね、で高さもあるんで、タグもね、こう垂れちゃうんですよね、ってなってくるとタグ掛けがほぼ不可能だし、行きましょう。あー、むずい、これはむずいぞ。これはちょっとマジ無理やな、お手上げやな、お手上げやな、ちょっときついね。もう出してもらいます。ちょっと奥にお願いします。というわけであと1500円くらいかな、多分このまま沼って終わりますね。あと1000円くらいします。さすがにね。あ、どうだ、これ唯一タグ狙えるチャンスだね。だいぶ難しいんですが、行きましょう。狙いとしてはね、白ラベルを押しながらなんで難しいな、これ。さあ、来い。お、あ、あ、入った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 。さあ、来い。ここから一気に引き上げて来い。さて、キープや。やばい、これはまずいやつや。うわあ、今のね、止まってたらね、受けたんですけどね、ちょっと、あ、わかりました。今ね、あ、すいません、はい、ちょっと戻してもらっていいですか。はい、わかりました。今ね、タッカケでキープしてくれたらね、いけたんですけどね、あのアームサイズもあってパワーも強いんでね、シールドに立てかけることができればね、全然攻略できるんですけどね。さて、どうします。あと、800円ぐらい。やばい、このままね、沼って終わるというね。まあ、とりあえず先ほど同じ職位置になったんで、気分を改め一旦下半身振っていきます。狙いとしてはね、もう頭を押して下半身振るだけなんですね。あー、丸すぎてきついな。行きます。じゃあ、ごめんなさい、真ん中持ちっす。やることなくなっちゃいました。設定はいいです。でもパワーはいくら、あーんってなったらね、そうですね、まあ確率はおそらく5000円ぐらいだと思うんでね。あの、あ、これです。これがあれですね。隣くんの方がね、あのウサギの尻尾を見てよね。ちなみにどのぐらい使いました。3000ぐらい。あ、これって一定期間置いたらリセットされるのがある。あの、今、落ちた時にゲットおめでとうございますって言ったんで、多分ゼロになる。それがリセットされる。そうですね。さあ、どうしよう。今、私ね、これ今2500円積んだんでね、いやいやいや、やるのね。どんどん向こう行くって言えるね。
さて、どうでしょう。まあ、これもね、やることがないんでね、どうしてもね、真ん中持って、まあ、とりあえず3000まで行きましょうかね、確率、あの街でね、はい。あ、真ん中にお願いします。クレッチョです。クレッチョ、カタカナです。やられるか違うところで、あ、ここでやります。ここでお願いします。了解ですね。今あと400円でね、はい。ありがとうございます。っていう感じでね、先ほど唯一タグをかけれたんですけどね、これであとはつまみ寄せですね。ただめちゃくちゃパワー強かったんで、ただ高橋がね、ちっちゃいんで、どうしてもねつまみ寄せすぎるんですよね、これね。ここから、あ、来た来た、これこれこれ、来た来た、さてさてさて、来たぞ。どうしようかな。ね、もう、あ、でももうこれシール限界ですね。ここもマックスなんで、行きましょう、勝負しましょう。はい、あと、2800円目、はい、というわけで。まあ、ただね、パワー強いですけど、ちょっとゲットできるイメージがわかんな。ちょっと一瞬甘くしちゃいました。さあ、どうでしょうか。さあ、どうだ、これ、シール投げてこい。こい、あー、ダサいか。あー、浅かったか。ちょっと待って、荷物持ってきます。よしよしよし。というわけでね、まだ言ってもチャンスタイムはついてますからね。ということで、さっきの感じのつまみ寄せですね、左アームね、左アームが重要です。左アームを浅めに、あ、いい感じですね。先ほどと同じ脇の下ぐらいにアームを打ってこっから来た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 、あ、これはいける。ラスト3000いきますね、はい、これはいけるぞ。さっき浅かったから行きましょう。あ、いいんじゃない。あ、これはいった、これはいったぞ。近寄ろ、いけ、うわ、こうだった、うわ、いかん、きつー、丸いからいかんか。ちょっと、もうちょっと練習しますね、はい。今横向いてるね、だいぶね、あの台の癖がね、分かってきたんで。うわー、今のでいかんかってなってきたらちょっと厳しいですね。ただちょっとね、まあ、あ、念のために5000円してきましたか。もう5000円でね、おそらく確率が来てほしいところなんでね、はい、延長の延長です。最後の最後でもうちょっとだったんでね、はい、いきます。今3000円目なんで、3100円かな、次で、はい、いきます。ちょっとね、人がね、周りたくさんおってね、ちょっとプレッシングです。はい、というわけでいきましょうか。この横を向いてる間であればね、何度かチャンスメイクは作れるんで、よし、いきましょう。ここになるとどうだ、浅いかな。あ、そうなんですね、これね、どうしよう。これね、左アームを右奥アームとこっち手前アームをね、脇まで入れようとしちゃうと、どうしても左アームが頭持っちゃうんで、そうならないようにするには、左アームをちょっと強めに刺して景品を上げて、あ、どうだ、これいいんじゃない。うん、近づいた、いい感じ感じ。これ使えますよ、よし、よし、よし。で、さっきほどの浅さでね、左アームをおでこらへん。さあ、どうだ、これを持ち上げてくれれば。さあ、うわ、滑った。あーとね、そういうことか。もう一回いきましょう。また見たくない。ね、やっぱね、奥アームが脇に入らないときついんですけど、これはね、どうしても、ね、左アームを強めに押しちゃうと、あ、手前アームがシールドに外れた。これはよくか、よくない。あ、どこどこ、やっぱね、あ、横なんかあるってこと。あ、すいません。ちょっと奥にお願いします。というわけでね、これはさすがに強敵ですね。
わけでいきましょうか。まずかその下半身振りができひんからなこれね、うん、さてまず真横に向けてからが勝負ってなってくるときついな、うん、あのね、まあ、いるか。左アームをお腹滑らせながら、ここでね、やっぱね、アーム抜けたんですよね、手前アームね、左アームか、あ、横になった、オッケー、横になった、うわ、最悪、確率リセットされた、やっけ、うわー、確率リセットされた、3500円で、きっつー、ちょっと確率待ちになったんだ、やっけ、やっちゃったね、よし、わかります。さあどうだ、確率ミスっちゃいましたからね、リセット、さってこい、あーね、確率リセット3500円で3になっちゃった、きついというわけでね、もうちょっとつまみ寄せ、気持ち強めにね、左アーム、左アームがね、この頭のてっぺんぐらい、おうわー、ちょっと、さてこれどうでしょう、移動してくれるかな、ちょっとどうでしたね、確かさんがいないかな、あら、いないな、あ、そうですね、手前にお願いします、ちょっとね、奥に逃げちゃってるんでね、してくれるかな、いるかな、あ、してくれる、はい、しっかりね、平行移動という感じをね、アシストしていただきました。これはもうね、マックスまで乗ってるんでね、これで決めないとやばそうっすね。で、さっきどんなやったっけ、さっき持ち上げたんか、滑っていかんかったんか、うん、むずいね、いきます、パワーめっちゃ強いんでね、さあ、いけるかな、さあ、っと奥に逃げるかな、やばい、あーっと、かむずいな、おっと、これはいける、これ切れちゃう、これ切れちゃう、はいはい、ちょっとね、はい、ちょっともうここは、あ、おった、あれね、重心乗ったんですよ、頭なのでね、簡単にひっくり返すことができますね、あー、スタッフさんが上がっちゃったな、あー、向こうちゃったな、ごめんなさい、ちょっとね、スタッフさんが一人ぐらいしか今いないんでね、ちょっとただあれはね、あー、ほらんで隣の方が探してるんで待ちましょう、私は了解中です、という感じでね、これね、ちょっと手前にしてもらわんでもいけるけど、まあね、もうちょっと動画的にもちょっともう終わりたい余裕があるんで手前にしてもらいましょう、あ、いきます、多分これいけると思うけどね、下半身細いんでね、結構頭をね、深めに持てるんで、そうなった時にね、やっぱアームサイズ大きいね、こうね、なんでそこからしっかり抜けれるかなっていう感じなんで、とりあえず一旦ちょっとね、深く3番地で平行移動です、先ほどね、3500円ぐらいでね、確率リセットされちゃってますからね、はい、今5000円の残りこれですね、1000円何本かな、ちょっとなかなかこうですね、私も探さないで、ま、待ってるだけなんですよっていう感じでね、まあこれは設定が結局3500円まではね、確率が来なかったんで、そうなったらやっぱ5000円ぐらいまでかなっていうところなんでね、はい、青だ、まさかの逆からいました、あ、すいません、手前にお願いします、まさかの、待ってた方が早かったです、はい、さて、これはいけるんじゃないかな、玉が乗ってるんでね、うん、いけるかな、はい、もうちょっと奥やってもらって、よし、というわけでね、行きましょう、こんな感じですね、はい、まあ、これならいけるでしょう、というわけで、行きましょう、わからなかった、流れが悪い、お金が入らない、おっと、お金が入らんぞ、いいよ、OK、 スライスライス、いきます、いけるかな、アームサイズがでかいんで、しっかりすくい上げてくれ、頼む、あ、いけよかった、はいはいはい、というわけで無事にカブトムシゲットです、これはもうやりたくないな、はい、ちょっと離れます、はい、なんだかんだでね、まあ、平行移動とあたりね、いろいろちょっとスタッフさんにはねやってもらったんですが、まあ、最終的にはね、クルリンパル製の、まあ、ちょっと若干運もある、ちょっと、はい、
はい、疲れ様です。約、ちょっと待ってください、ちょっとお金見忘れ、残高多分なんですけど、4000円いってないぐらいかな、うん、3800円ぐらいです、はい、なのでまあまあ良かったかなと思います。はい、まあ、カブトムシ超疲れました、ベッドですって感じで、ね、まあ、ほぼほぼやっぱりね、あの狙いはない方がいいっていうのがね、まあ、こういうことだと思っておりますんでね、まあ、その辺皆さんもね、ちょっとこう踏み取っていただければと思います。というわけでまたお疲れ様です。